昔々ある山の中に心優しい赤鬼がたった一人で住んでいました。赤鬼はいつも人間たちと仲良くなりたいと思っていました。でも人間たちは赤鬼を怖がって近寄ろうとしません。そんな赤鬼のところに友達の青鬼がやってきてこう言いました。なあ赤、俺が村で暴れてやる。だからお前は俺を退治しろ。そうすれば人間たちはお前のことを見直すはずだ。仲良くなれる。